いよいよ夏も本番ですね。蒸し暑い毎日、体にも応えます。まあ、しかし、まあ、そんな時こそ毎日しっかりご飯を食べることが大事ですよね。今週は作りたてはもちろん美味しく、さらに次の日も温め直さなくても冷たいままでも美味しくいただける2度美味しい料理をご紹介していきます。今日は木島直美さんに教えていただきます。よろしくお願いいたします。ねえ、ええ、今日は肉のおかずで二度おいしい。そうなんです、ええね、今夏休み入って毎日の料理作りって本当皆さん奥さんたち大変ですよ ね、 そうですね。またね、食べ盛りの男の子女の子って、うん、肉料理がすごい好きなんだけど、うん、手間かかって何度も作るの嫌なんですよね、ええ、そこで今日はね、うん、一度作って二度おいしいっていう工夫をね、いろいろ考えてみました。ありがたいですね。いや早速、ね、木島家の味ご紹介いただきましょうか。まずはこの料理です。鶏手羽先の柔らか煮。そうなんです、これね、はい、うちではね、息子のゆうたがね、うんうん、ちっちゃい時から鶏手羽先のペロンペロンを作ってくれて定番料理になっているんですけれども、ペロンペロン、はい、熱々の時はね、うん、柔らかい手羽先のお肉の味を楽しんで、うん、冷たくしたらその煮汁がプルンプルンに固まって煮こごりの味が美味しいという二度美味しい。その煮こごりのプルンプルンがペロンペロンと、はい、多分そうだったと思うんですけど、5歳のリュウタに聞かないと分かんないんですけど。なるほど、なるほど。じゃあそのペロンペロン、はい、ぜひ教えてください。これはね、鶏の手羽先、はい、12本、相関ですよ。相関ですよ。ラインダンスしてるみたい。本当ですよね。これ2人分と、はい、翌日分で。そうです、2回分ということですね。12本ですね。はい、そうです。はい、このね、鶏の手羽先、こういうふうに関節のところがクキクキってなりますけれども、はい、ここのね、関節のところに、今聞こえました？パチンって、はい、簡単に切れるんですね。お願いしました。はい、そしたら今度は切り込みなんですけど、うん、これも中 の、 ね、はい、中のところも筋をもう切ってしまうような形で、骨に沿って深いこんな感じで切り込みを入れます、はい、これが下処理ということになります、うんうん、鶏の、ね、手羽先ってゼラチン質がたっぷりでね、手羽先でできてトロトロで、うんうん、冷めたらトロントロンっていうのを作っていきたいと思いますよ、まあ、そのためにもこう深く切り込みを、ね、はい、入れたわけですね。はい、まず最初の、はい、焼くんですよね。そうなんです、はい、あのね、先ほどのように全部下処理したら、うん、皮目の方を先下に入れます。皮を先に、はい、そして 2,3 分はじっと我慢。あ、なるほど。それ、はい、サラダ油で中火ですよね。そうです、中火で1分半ぐらい焼いてから、はい、今度下の方もということで、うん、両面ですよね、うん、もうこんな風にね、はい、両方いい色で焼き色がついてます。見えます？皮の方も、お肉の方も、はい、肉の方もですね、美味しそうに焼けてます。そしたら、うん、これをたっぷり沸かした 500cc のお湯の中に全部入れていきます。へ、はい、このフライパンのまんまじゃなくて、そうなのよね、これは鍋に、普通にもの簡単に作ろうと思ったらフライパンでそこにも煮汁を入れちゃうんだけれども、今日はスープが美味しさのコツなので、たっぷりめの熱湯の中に全部入れて、これをまずスープ煮にしていくんですが、さっき切り落とした方の手羽先の先の部分ね、先もあります、はい、これもね、うん、鶏が動いててね、結構美味しい味が出てるね。そうそう、体動かしてますからね。こうやって動くだからね、はいはいはい、そしてこれも同じようにゆっくりと炒めて、うん、これを煮汁の中に入れていくってことなんですよね。そうすると煮汁ってすごくスープが出ますよね。そうなんです、旨味が、そうそう、旨味が凝縮されたスープに味付けをしていくというのがコツなので、うん、ここはちょっとね、時間かかると思いでしょうけれども、手羽先の方もゆっくりと焼き付けていきたいと思います、うん、なるほど、ゆっくりやっつけていきたい、やっつけましょう。なるほど、ね、はい、で、はい、こんな感じで炒めて、全体に油が回ってで、うんうん、焼き色がついてくるまで炒めつけていただいて、はい、これをこちらにやはり、はい、油は中に入れないようにってことですよね、はいはいはい、全部移していきますよ。いや、本当この手羽先ってね、一番美味しい部分だと思うんですよね。そう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 、私は焼き鳥にしても美味しいし、唐揚げにしても美味しいし、ということで、全部入れたら、はい、ここでは蓋をしてしまいますね。はい、はい、この蓋をして中火で15分ぐらいゆっくりとスープ煮にして、はい、鶏の美味しさを煮汁にずっと出していくわけ。ああ、旨味がこうスープに溶け出す、はい、そういうことです。その時間がまあ15分、そう15分ぐらいは必要っていうことですね、はいはい、うんうん、で、15分経ったら初めてそこで調味をします、うんうん、あ、なるほど、はい、15分経ったら
初めから調味をしてしまうと、鶏がこう、なんていうのかな、締まっちゃって硬くてあんまり美味しくないので、うん、15分ぐらい経ったら、はい、お醤油と大さじ4、はいはい、お砂糖と、うん、みりんとお酒が大さじ2杯ずつ、甘辛味ですよね、ここでもうあのゆっくり煮てあるので、うん、順番全然関係ありません、はい、合わせ調味料にしていただいていいので、うん、その15分煮たスープ煮の中に調味料を入れて、はい、20分今度は20分、はいはい、まあ、15分以上ってことですね、ゆっくりこれも煮ていきます。はい、中火で蓋をして20分ほどまた煮ていきます、はいはい、20分経ちました、はい、すぐ経っちゃいますね20分経ってもね、あの煮汁の量って蓋をして中火なのであんまり少なくなってません、はいはい、でここでこんな風に、はい、もうこれで十分美味しいんですけれども、ねうん、ここで今日食べる分と明日食べる分を2つに分けていきたい、はい、この段階で分けるわけですね、はい、で、はい、明日食べる分っていうのは、はい、この手羽先の手羽中の方ですかね、太い方ね、はいはい、が6本半分ですね、うんはい、これをまずバットに移してしまいますね。いやもうね、何かのフルフルした感じですよね。フルフルしてますよね、うん、美味しそう、ここで美味しい、この甘辛い香りとね、そう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 ね、お醤油と食欲刺激しますよね、ここに入れて、ねはい、あとは汁の方も半分、はいはいはい、これが煮こごりの元になるんですね。なるほど、翌日分で汁も半分、取り置きを、おお入ってしまいました、はいはいはい、半分取り置きます、はい、じゃあここに戻してください、はい、そうしましたら、はい、ここで冷ましておきますね、はい、でこの今度残った方はこのまま火を強めて、中火よりも強めの火にして、はい、7、8分煮詰めていくのが今日の熱い料理。あー、なるほどなるほど、はい、ということで、はい、7、8分経つとこうなります。じゃあ煮詰まりました、はい、でこんなになったらもう仕上げ近いのね、あとは野菜を入れていきますね、うん、蓋はせずに5分ほどね、はい、もう蓋はしてませんね、はい、5、6分煮ましたら、うんはい、これオクラです。ああ、もうこの季節ならではの、ね、季節ならではですよ ね、塩でちょっとこすって、はいはい、熱湯でさっと茹でたものをここに加えていきますね、うんうん、はい、なるほど。いやもうね、鶏手羽が、もう本当にね、柔らかそうに、そう、トロトロに見えてね、もう食べてくださいって言わんばかりですけれども、はいはい、そうしたら鍋の方をちょっと揺すっていただいて、うんうん、はいはい、うん、もうこれで煮上がりということなの で、うんでね、盛り付けていきましょうか。そう、今いろいろ鍋変わりましたけども、はい、手順はシンプルですよね。なんかね、あんなにこんないっぱいやらなきゃやってますけど、これ時間の経過だけなのね、うんうん、ゆっくり焼いてたっぷりの熱湯でゆっくりスープ煮にして、うんうん、それから調味をして、でトロトロになったら、はい、今日はオクラですけど、これね、私が子供の頃から母作ってたんですけど、ゆうたがちっちゃい時もそうだったんだけど、はいはい、ほうれん草とかそれから小松菜とか青菜って子供あんまり好きじゃないですけどね、そういう男の子、ね、そう、女の子もでもそうだったと思うんだけど、あの、そういうなんていうのかな、食べにくいお野菜をこうやって美味しい肉の煮汁と一緒に絡めると、はい、結構ね食べやすいので、皆さんそんな風にして召し上がっていただけたらと思いますよ。そうですね、はい、やっぱりね、お肉美味しいけれども野菜も一緒に、ね、いただくといいですね。そしたらもうお肉のこの手羽先の方だけじゃなくて、で、はいはい、あとはこの先の方もオクラの方も全部入れてしまって、はいはい、お野菜もたっぷり召し上がっていただける肉料理ということで完成にしたいと思いますよ。なるほどね、はい、いやこのオクラのグリーンがまたね、やっぱり引き立ちますよね、見た目なのでね、あのちょっと鶏だけだと茶色いおかずになりがちなんだけれども、うん、お野菜の方もたっぷりと添えていただいて、うん、全部盛り付けちゃいました。この先の方は ね、これちょっとしゃぶって、そうそう、もうね、これ、ま、待ちきれなかったらこれちょっとしゃぶってビールプシュッてやって夏は楽しみたいですよね、はいはい、はい、さあ皆さんにね、ご覧いただきましょう。美味しそうですね、鶏手羽先の柔らかに出来上がりました、はい、完成しましたね、どうぞ召し上がってください、はい、もう手でいきません、ね、手でいいですかね、いいと思いますよ、じゃあこれ早速、はい、いただきます、はい、ほろっとね、ね、うんうんうん、なんかもう舌で噛めるみたい、いや味もよく染み込んでますよ、そうですよね、うんうん、はい、
で、ね、これ温かいのはこうやって召し上がっていただくんですけど、うん、こちら見ていただけますか。はいはい、はい、これね、これが煮こごりなんです、ね、これプルプルでしょ。あ、これが取っておいたものですよね、はい、そうです。先ほどの煮汁の中に骨を外してちょっと刻むかほぐしたものを入れて、うん、はい、冷蔵庫で一晩置くとこんな風な煮こごりができるんですよね。いや、はい、それでね、気になるのはその隣、それはね、熱々のご飯にこの煮こごりをポンと乗せただけ、これも召し上がりますか。いいですか、はい、どうぞ。暑いですか、気をつけてください、はいはい、暑いですよ、本当に。暑いところに、暑いところにプルプルのがだんだん溶けてくるっていうことで、溶けてる溶けてるプルプルがなんかね、大人は煮こごりで、さっきからまたお酒の話ですけどいいし、子供はこれで汁かけご飯になるでしょ、うん、もう自分でできますよこれ。そうでしょ、だから夏休みでね、冷蔵庫開けたらこのペロンペロンの煮こごりがあって、うんうん、ご飯チンしてかけたらもうそれで一食できちゃいますもんね。これは助かりますね、はい、ですよね、二度美味しかったでしょ、うん、美味しかった、はい。さあ、おさらいをしましょう、はい、手羽元に切り込みを入れることで食べやすくして、はい、そうでした。しかも、はい、本当に味よく染みてました。染みますね。で、骨を取って煮汁と冷蔵庫で冷やせば、はい、プルプルの煮こごりを味わえました、はいはい、ご飯の上に乗せて、ね、よかったです。はい、はい、さあ、続いては揚げ出し鶏です。まあ、揚げ出しというと揚げ出しというと豆腐が定番だと思うんですけど、うん、鶏肉に変えるとね、すごく食べ応えのあるおかずに大変身ということなんですが、うん、揚げ物ってね、冷めるとちょっと硬くなったりとか、油が固まったりしがちなんだけど、漬け汁の方ね、ちょっと揚げ出しということで漬けておくことによって、はいはい、さっぱりとした味が楽しめると思います。翌日も楽しめる。そうなんです、これも二度美味しいの、はいはいはい、ね。さあ、まず鶏肉ですよね、はい、これ胸肉ですよね、はい、皮はね、ちょっと取って縦に半分にしたものがこちらにあります、はい、これ2人分 で、はい、2人分で翌日分も合わせて鶏胸肉、はい、大きめのところで300g ぐらいありましたね、はい、で今、はい、ちょっと斜めに、そうなんです、切り目をね、深く入れちゃいます、はい、これ下まではいってないんですね。下まではいってません、下は全然変、はいはいはい、そしたら今度向きを変えていただいて、はい、こちらからも深く入れていきます。ちょうど格子のように、そうなんです、イカなんかでね、松かさに切るなんていうことを言いますけれども、はい、 松の傘のような形ですよね、うんうん、こんな風に切ってからですね、大きな松かさになりますね。そうですね、はい、これを一口大、まあ、2、3センチでしょうかね、うん、切っていくと、はい、一口大のもう切り込みの入ったものができるわけですね、はい、これはどうしてこの深い切り込みを入れるかというと、深い切り込みを入れることによって味も染み込みやすくなりますし、揚げ時間も短縮されますし、もう一つ繊維をこう断ち切っているので、はい、口食感もいいですよね。あ、柔らかくいただけるんですね、はいはい、では下味です。あ、今入ったのが酒大さじ1、はい、それから塩、そうですね、小さじ3分の1、はい、でこれで揉み込んで、はい、本当だったら、まあ、うん、数分は置きたいんですけれども、うんうん、数分置く、置きました、はい、ここにこれ、うん、片栗粉が数分経ちましたよ、はい、経ちましたね。そこに大さじの2杯とちょっとぐらいですね、はい、これをもうボウルの中に直接入れて、よく、はい、染み込ませるというか、まぶしつけるという感じで粉をつけていきます、ね、片栗粉、そうか、揚げ出しって、そう、粉をね、そうですよね、うんうん、豆腐に片栗つけますけど、本当にそれ豆腐が鶏肉になっただけですね、ではこれで揚げていきましょう、はい、そうですね、はい、さあ、これを何度ぐらいの油で、170度ぐらいですね、はい、はい、熱したところに入れて、もう全然いじってません、うん、今だいたい2分とかそのくらい経ってると思うんですけれども、ちょっと様子見てみましょうかね、はい、あ、こんな感じで、ほら、花がこう開いたみたいな、さっきの真っ赤さのところがね、そうそう、切り込み入れたところ、なんか可愛いですよ ね、もう1分ぐらい揚げたいんですけれども、はいはい、今日取り合わせるお野菜の方の説明をしたいと思います、はい、かぼちゃですね、はい、夏ですね、はい、夏、こちらもね、インゲンも夏、はい、でこれも 100g ずつって結構たっぷりなんだけれども、うん、はいはい、やっぱりお肉のおかずでも野菜を一緒に取りたいので、うん、このくらいの量あげていきたいと思います。インゲンが3等分に切って1分ほど素揚げ、はい、そうです、かぼちゃは種と綿を除いて、はい、5ミリから6ミリ厚さの串型に切って、はい、こちらはこれは肉を揚げる前の綺麗な油で、うん、2分ほど、はい、揚げたものですね、はい、でこの綺麗な色がついてきたらもう中も今で十分に火が通っていますので、ここでちょっと面倒ですけど、油切りをしながら全部取り出していきます、
はい、もうこのままでも美味しいですね。鶏の唐揚げですもんね。そう、切り込み入れたことで、はい、ボリューム感も出てますよね。たった1枚 300g のお肉がこんなにあるなんて、なんだか嬉しくなっちゃいますよね。そうそう、でこれで全部取り出していきましょう。はい、鶏肉だけに取り出していただいて、はい、言ってくださいましたね、はいはい、まあ、きちんと、はい、チキンとか、ね、はい、油切りをして、油切りをしてからですね、はい、そうしましたらこれをタレにつけるんですけれども、タレの方の作り方ちょっと見ていただきたいんですが、大さじ2杯のみりんを煮立てます。そこに 120cc のお出汁を入れます。でそれがまた煮立ったら大さじ2杯のお醤油を入れるっていうのは、めんつゆの作り方とまるっきり同じ。めんつゆですね。薄めのめんつゆと思ってください。これが今日のつけ汁になります。そしてこの中に入れておきましょう。はい、さあここに入れるのは、うん、はいはい、はいはい、先ほど揚げました、はい、まずは味の染み込みがちょっと悪いですから、うん、先にお肉ですね。お肉を全部入れちゃう、鶏肉ですね、全部入れちゃいますね、はい、熱々、本当に揚げ出しですよね。あのこうあの漬け汁にジュッとこう、そうそう、今ねなんかちょっと音がするぐらいな、まだ熱さですもん ね、 ね、そう、はい、鶏肉全部入れますよ。もう一つでもジューっていうぐらい、ね、本当に 10キロぐらいあったかもしれない、うん、そしたら今度は最後に、はい、先ほど揚げておいたかぼちゃですね、はい、さあかぼちゃね、それからインゲンも入れちゃいますよ、はい、ね、すね、やっぱりあの先ほどのね手羽先のお料理もそうですよ、やっぱお肉と野菜のこう、そうなんですよ、ね、取り合わせ、そう、お肉だけ食べられるとなんかやっぱり、うん、あの親としては野菜も食べてよってことだけど、はい、こういう子供の好きな料理に入れれば野菜もなんか無駄なく食べられますよね、うん、でここで 5、6分置いていただきたいんです。 5、6分置いておく、はい、そうすると味が馴染みますよね、はい、そして盛り付けるんですが、うん、はい、揚げ出し豆腐っていうと 何つきます、上に。あのね、大根おろし、はい、と生姜すりおろした、そうそうそう、これもだからまさにそうなんですね。ああ、ご覧いただきましょう。おろし生姜を乗せて、野菜や肉に絡めて召し上がって、揚げ出し鶏です、はい、揚げ出し鶏ですね、ね、はい、大根おろし、それから生姜のすりおろしが、うん、本当になんか暑い夕方こんな料理っていいですよ ね。お母さん暑いけど食べる人は絶対暑い。じゃあ頂戴します、はい、うん、鶏肉 ね、うん、この出汁で絡んでね、はい、うん、柔らかいし、そう、上品な大人の味、子供も好きだけど大人も十分召し上がっていただけるかなと思います。本当胸肉柔らかいけども、はい、食べ応えもありますよ ね、うん、そして先ほど3分の2量を盛り付けましたよね、うんうん、そうすると残ってる鶏肉は3分の1量と漬け汁残ってますよね、はい、でそこにお酢とお水と輪切りにした赤唐辛子を入れて、はい、南蛮漬けにしておくの。なるほど、はい、ただね、薄めないと明日になると味が濃くなっちゃうので、ちょっとお水も入っています。なるほど、これで保存をすれば次の日こんな料理も、もちろんこのままでもいいんだけれども、うんうん、夏野菜、新玉ねぎとかミニトマトとかきゅうりとか、うん、もううちでサラダにして食べるようなものをちょっとね、あえたら南蛮酢サラダかな、はい、と思います。これも手軽に、うん、二度美味しかったです、しかも火を使わなくてもいい。そうですね、はい、さあそれではおさらいをしましょう。鶏肉は格子状の深い切り込みを入れますと口当たりが良くなりましたよ、はいはい、で味もよく染み込みました、はい、で冷たくして食べる分は、酢、水、赤唐辛子と一緒に保存容器に入れますと、はいはい、冷蔵庫で2日、ね、そうですね、2日保存できますよね、はい、そのままでもいい、サラダにしてもいいということをお話しいたしました。そうですね、はい、さあ続いてのお料理は、牛肉と夏野菜のカレーきんぴらです。美味しそう、ね、きんぴらというとごぼうとかレンコンとか人参をこうちょっと甘辛く炒めてっていうなんか和風の昭和のおかずで、ちっちゃいおかずってイメージなんですけどね、はい、今日は肉を主材料にして夏野菜と取り合わせ、しかもカレー味でという洋風のきんぴらにしてね、見ましたよ、はい、メインですね、はい、で主材料のこのお肉、袋に入ってますね。そうなんです、これね、袋に入ってるのは、うん、牛のもも肉の網焼き用のちょっと厚みのあるものです、うん、2人分プラス翌日分で 200g、 そうですね、たっぷりあります。これをね、はいはい、棒状に切ったものがこれなんですけれども、うん、もう袋に入れてあります。あ、 袋、はい、袋の中で下味をつけていきたいと思います、はい、あ、はい、はい、きますよ、ボール使わなくてもすみません。そうなんです、塩ですね、今入ったのが塩、塩、はい、それから胡椒ですね、各少々ですね、はい、そうです、それから今日の味の決め手は、うん、カレー粉、はい、大さじ1、はい、そして小麦粉が大さじ2、そうですね、たっぷりです、はいはい、これをね、うん、口
口元をちょっと閉じて、うん、はい、こんな風にして袋をフリ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 、フリ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 これ本当にまぶしやすいですね。まぶしやすいです、でね、細切りにしてあるので簡単にこうやってわかるかな、はい、ほぐれてくるのね。あ、肉の、ま、はいはい、肉の周りに粉がついてほぐれてきたらもうこれで下処理完了、うんうん、あ、これを、はい、炒めていきます。はい、わかりました。こんな状態、うん、なるほど、ちょっと見てください、ね、はい、あ、ほんと綺麗に ね、 ね、まぶさってますね、はい、でこれをじゃあフライパンに入れて、これはあの油、サラダ油、ね、大さじ1杯半で、はい、1杯半ずつでもうすでにね炒めています。こうパラパラになればいいですね、うん、でここではまだ中まで火が通っていなくてもいいんです、うん、はい、っていうのは一度取り出したいのね。なるほどなるほど、はいはいはい、このまま炒めてるともう焦げてしまいますのでね。なるほどね、また後で火が入るから、うん、取り出していただいたら、こうちょっと油をカレー粉がついて小麦粉がついてるのでこんなになりますから。でもね、カレーの香りが ね、なんかお腹空いてきましたよね。いいですよね。そしてここに、はい、油を足すんだけども、はい、サラダ油だけじゃなくて、サラダ油、ごま油、はい、各小さじ1。そうなんです、あのダブル使い、ダブル使い、きんぴらってもともとごま油で炒めて調理するので、はい、ちょっとそれをね、はい、思い出しました。あ、その、はい、きんぴらのイメージ。そうなんです。でここに入るのがとセロリ2本、それからパプリカ赤1個分、はいはい、これが先ほどの牛肉と同じような大きさで切ってありますね。はい、これで油を回すような感じで、うん、もうこれ炒め物ですよね。なるほど、きんぴらっていうとごぼう、人参だけども、そう、こうして夏野菜のセロリいいですし、今日はもうあのパプリカ赤使ってますけど、うんうん、今いろんな色のパプリカありますよね。そう、楽しいですね。それからピーマンもね炒めても美味しいので、はい、もし普通の青い、あ、緑色のピーマンを使うんでしたら、うん、もうちょっと 2,3 個たっぷり使ってもいいか。なるほどね、サラ盛りで安く売ってるんですよ、夏は。そうそう、はい、ありがたいことにね。定番の、はい、あのきんぴらのイメージ通りやっぱりシャクシャクしますよね。そうそう、これね、もう生野菜として食べても美味しい野菜ばっかりなので、うん、もう油が回ればこれでいいですよね、はい、そうですね。でこちらに、うん、あの先ほど炒めて取り出しておいた、はい、カレー風味の牛肉が入りました、はい、入りました。あ、美味しそう。これ炒め物でこれだけだって美味しいところですがそうです、ね、今日はきんぴらということなので、はい、入れますよ、はい、さあまずお醤油が入りました。はい、それからみりん、はい、はい、あ、みりんじゃなかった、今お酒でしたね。あ、酒、あ、ちょっとのお水と、はいはい、もう全部同割りですね、はい、ねえ、同量です、各大さじ2、はい、はい、これで強火のまま汁気が少し飛ぶまで、うん、あと2分ぐらいかな、炒め煮にしていただいたら、はいはい、これでカレーきんぴらの出来上がりということですよね。なるほど、じゃあ盛り付けたものをご覧いただきましょうか、ね、え、さあこちらです、牛肉と夏野菜のカレーきんぴら、はい、出来上がりました。いやー、もうね、見た目にもメインのお料理ですね。そうですよね、ちっちゃいおかずじゃなくて、そうそう、大きいおかずになりました。はい、はい、期待しますなんか嬉しそうですやっぱりカレー味が効いてる、うん、そうなのね、牛肉とね、はい、やっぱりこのセロリのシャクシャク感、これ面白いですね、うん、カレーと醤油って合うんですね、うんうんうん、でこれはね、もう大きく、うん、あの厚くてももちろん美味しいし、うん、このまま冷蔵庫でも美味しいし、夏、うんうん、ってね、これからいろんなところに出かける時のお弁当にもいいと思いますよ、うん、そうですね、それから朝だったらトーストの上にでもいいですよね、はい、そうですね、はい、おさらいしましょうか、はい、冷えても美味しくいただくために油の少ない牛肉の赤身を使います。そうでした。さらに、はい、カレー粉で味と料理のまあ、日持ちですね、保存力ですね、アップしました、はい、で保存容器に入れて冷蔵庫で 2,3 日楽しめます、はい、そうでした。いや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 今日はね、はい、鶏手羽先から始まって揚げ出し鶏でしょ、で牛肉と夏野菜のカレー粉、ね、はい、いやいや、あれ、あの食欲のない時に、はい、もうどちらもいただけますよね。そうですよね。それから次の日楽しめるというのが、一回作れば次の日ちょっと工夫をすればまた全然違うおかずになるというのも面白かったですね、うん、はい、そうですよね。いや、ぜひあの皆さんに、ね、お試しいただきたいんですが、はい、今日ご紹介した料理は今日の料理テキスト8月号に詳しく掲載されています。まあ、今日はあの鶏肉や牛肉の、はい、あのことをご紹介しましたが、他にもね、そうですね、豚肉を使ったお料理も、はい、